曹操を廃し、曹魏の実権を握った芝居。しかし彼はその後間もなく隠居、家督を嫡子芝氏に託した。芝氏は弟芝将と共に実力を持って義内に頭角を現していく。こうして芝氏の台頭が著しい一方、曹氏は凋落の一途をたどる。それは芝将らと共に戦う夏侯派にとって人事ではなかった。夏侯氏は系譜を遡ると武帝曹操の父曹数と連なる家系。ならば自分もいずれは曹操らのように追われる運命か。そんな折、縁石である夏侯玄が芝氏により処断される。不安が極まった夏侯派は魏を出奔、蜀への亡命を企てた。それを知り夏侯派を追う芝将王元気郭淮、靴輪を並べる友の心を救うべく三人は漢中をかける。死ぬ気で参ろう。夏侯派殿はお父上を誇りにしていた。だからその血筋を大事に思ったのかしら。なるほど、ならば夏侯派殿は知るべきです。夏侯円殿の偉大さは血ではなく心にあったと。そうですね、家柄に志が宿ることはないのですから。夏侯派殿。夏侯派のやつ職に亡命だって。なんでそんな面倒なことを。曹操殿の失脚で不安になられたのでしょう。夏侯氏は曹氏に連なる家柄ですから。でも夏侯派には何の非もないだろう。まさか父親の仇、職に逃げるなんてな。そこまで追い詰めちまったってことか。俺たちが曹操を追いやったことで。それとこれとは話が別。それを夏侯派殿にお伝えしなくては。亡き夏侯円殿のためにも、この私の命に代えても。夏侯派の亡命に協力してるのは蜀の脅威。奴を追い払えば話す機会ができるはずだ。そのためにも二人の接触を阻止する。今回は二手に分かれて進もう。一方は夏侯派殿の進路の妨害、他方は先回りして脅威の撃破でしょうか。ああ、その通りだ。行くぜ、俺たちで夏侯派を止めてやるんだ。夏侯派に会う前に脅威を倒さないとな。あいつがいたら落ち着いて話もできない。西の道から脅威を。郭淮は山道から夏侯派の進路を妨害して。夏侯派殿は我々を追ってと勘違いしている。戦闘せずに足止めしなくては。夏侯派殿が主婦に下ることになっては。私は夏侯円将軍に顔向けできない。戦は知略でするもので追い知るがよい。私の知略が破れようと。敵将討ち取った。この石柱、今にも倒れそうな私のようだ。命を燃やして使えるやもしれぬ。なんとも勇ましき戦ぶり。
Ah!
前たち、なんでここに。俺はしない。そこまで俺を切りたいのかよ。俺はしない。これが破光波殿の私は。なんとか話を聞いてもらわねば。これが本当の捨て身だ。切るのか。曹操殿を追い、俺を切り、軍をしばしのものとする気か。まあ落ち着けって。俺たちうまくやってきただろ。それは変わらないと思うぜ。なら、なぜ曹操殿は。それはひとえに曹操殿の無能さゆえ。それすら分からず怯えきって。花公園殿は強く惜しかった。それは家や血筋ではなく、将として人としてのありさまあればこそ。花公園殿のご子息たるあなたがそれを継がずして何とされます。家じゃなく生き様を継ぐ。悪い父さん、かっこ悪いとこ見せちまった。みんなにも手間かけさせちまった。すまない。この借りは戦働きで返す。ああ、じゃあ帰るとしようか。